はい、皆さん今日もおはようございます。夜は関西バディのヒデです。皆さん今日もお元気でしょうか僕はですね、この週末、すっごくいい時間を過ごすことができました。金、土、日とね、とてもいい時間でしたね。土曜日は、高校と大学の時からの先輩と、 焼肉に行って、そしてカラオケに行って、とても楽しい時間を過ごすことができましたね。この先輩にもとてもお世話になっていて、本当に今名古屋に住んでいる先輩なんですけれども、大阪に帰って来られるたびに、いつも遊びに誘ってもらって、美味しいご飯食べさせてもらって、いつもカラオケで締めるっていうのが定番コースで、えー、とても仲良くしてもらっている先輩ですね。 あと、このポッドキャストを聞いてくれているそうなので、えー、いつも聞いてくれてありがとうございます。はい。で、日曜日は、昨日ですね。昨日は、えー、初めて、この魚が売られている市場みたいなところに行って、えー、魚を買ってですね。そう。今、日本食レストランで働いているんですけれども、そこの、えー、人と、 プロの料理人さんですね。その人と一緒に市場に行って、えー、大きな魚を買って。<laughs> めちゃくちゃ大きかった。もう、えー、150センチって言ったらわかるかな。えー、まちょっと背の小さい女の人くらいのサイズがあったので <laughs>、すっごい大きな魚。ヤガラっていう魚で珍しい魚だったんだけど、それを買いに行って、えー、昨日は、 鍋パーティーをね、して、とてもいい時間でしたね。で、金曜日もですね、いい時間を過ごすことができて、そう、この週末ほんと楽しかったんですよ。うん。えー、金曜日は、そう、次の Vlog 撮影用の動画を撮りに行ってきました。京都に行ってきました。京都の祇園っていうエリア。えー、多分一番人気のエリアじゃないかなと思いますね。 まあ、嵐山も人気はありますけれども、この園も元でも人気な京都のエリアです。ここの旅のプランを、えー、企画して、金曜日はいろいろと撮影をしに行ってきました。これから編集を作業をしていって、この動画っていうのも上げていきますので、えー、その動画楽しみにしていてください。多分このポッドキャストが上がる頃には、 もう動画も出ていると思いますので、そちらぜひ見てほしいです。この動画から実はですね、ちょっと一個変更点があって、今までこの過去の3本、大阪の2本と、えー、奈良の1本、これでは英語で全てやっていました。でも、この京都の文から日本語でナレーションとかお話をすることにしました。 ま、理由はね、えー、二つあります。一つは、この動画を見てもらっている人たち、その人たちに、えー、旅の動画を楽しんでもらうだけじゃなくて、日本語も同時に学べるようにしたら、もっといいものになるんじゃないかなと思いました。そう。だから、英語でやるよりは、そっちの方がいいんじゃないかなって思ったんですね。 はい。と、もうテーマに <laughs> 勝手に入っていってしまっているので、えー、今日のタイトルは日本語の魅力っていうタイトルでお話をしていくんですが、その前にこのポッドキャストについて少しお話をさせてください。このポッドキャストでは、えー、日本の文化に興味がある方や、え 僕と同じような日常生活で、えー、悩みを抱えている方に聞いてほしいポッドキャストです。僕が日常生活と日本の文化を結びつけていかに生活をしているかそういう話をしているので興味がある方はぜひ見ていってくれたら嬉しいです。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。はい。で、このチャンネルではもう一つしていることがあります。それが Vlog、えー、撮影。 YouTube の方で Vlog 撮影をして、関西の日本を満喫できる、日本文化を満喫できる旅行プランというのを紹介しています。日本文化が好きな人にとてもおすすめなチャンネルとなっているので、ぜひチャンネル登録してくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。と、えー、このポッドキャストの説明は以上でタイトルに入っていきます。日本語の魅力ですね。 そう、今回の京都のブログから日本語で説明とか、えー、ナレーションを入れることにしました。で、なぜかというと理由は2つあります。1つが日本語で動画を作ることで動画を見ている時に旅を楽しむだけじゃなくて日本語も勉強してほしいなと思ったので、えー、日本語にしています。僕がこの 動画とかこのポッドキャストを聞いて欲しいと思っている人、こういう人に見てもらえたら嬉しいなって思っている人、それはどういう人かっていうと、とにかく日本の文化が大好きな人なんです。だからそれは日本人の人かもしれないし、もしくは日本が大好きで、今日本に留学をしていたりとか、もう日本で仕事をしていたりとか、そういった えー、海外からの人たち、日本語を今も学んでいる人たち、そういう人たちも、えー、聞いてほしいなと思っているんですね。だから、そういった人たちはもう英語で、えー、説明を聞くよりは、日本語で聞く方が楽しいんじゃないかなと思ったんです。なので、日本語で、えー、この京都のブログを取っていこうと決めました。 これからの Vlog 撮影はすべて日本語になってくると思います。ただ、ただ、そう。注意しないといけないことがあって、僕ね、結構難しい日本語を使っているみたいですね。<laughs> そう。あの、いろんな人にどう思いますかってね、僕のポッドキャストを聞いてもらったりするんですけれども、まあ難しそうな日本語を使っている。 だったり、結構、そのトピック内容が難しいから、多分ね、に今日本語を勉強している人たちからすると、とっても難しくて、もう何言ってるかわからんみたいな <laughs> 内容になってしまっているかなって思ったんです。なので、これからこのポッドキャストに関してでも、Vlog 撮影に関してでも、日本語、難しい日本語を使ったときは、 ちょっと簡単な言い回しに変えたり。言い回しっていうのも難しいかもね。<laughs> 言い回しっていうのは言い方かな。The way you speak. そう。こういうふうに英語で細く説明をしたり、ちょっと説明をしたりするようにして、心地よく日本語を学んでもらえるようなポッドキャスト、Vlog 撮影にしたいと思うので、えー、日本語にこれから変えていきます。はい。 そして二つ目の理由。なぜ日本語で Vlog 撮影をしようかと思った二つ目の理由は、日本語に潜む日本人の精神を伝えたかったんです。日本語の中にある日本人の精神。これを伝えるためには、日本語でしないといけないなって思ったんですね。 日本語の魅力を伝えたかったんです。僕は英語が喋れるようにはなったんですけれども、言語学習っていうと、それはただコミュニケーションを取るためのツールって思ってしまう傾向があると思うんです。言語学習をしていると、いろんな人と話せるようになるし、その言語自体が好きになって、 ああ、もっと勉強したいって思うようになることあると思うんです。僕の場合は英語を勉強しているときに、とにかく自分の成長が嬉しかったんですよ。自分の英語がどんどん上手くなることが嬉しかったので、とにかく、えー、楽しく勉強していたんですね。でも、言語っていうのは、これはただのツールとか自分の成長を感じるためのものではなくて、 文化を表しているもの。日本の文化を表しているものなんですよ。日本の文化って聞くと皆さん何を思い浮かべますか何を考えますか日本食、和菓子、建築物、建物ね、えー、神社とかお寺とかの伝統的な建物。 あとは伝統芸能とか、歌舞伎とか、いろんな伝統芸能ね。そう。こういったものを想像するかもしれません。でも、日本語も紛れもない日本文化を代表するものなんです。紛れもないっていうのは、えー、日本語も他と変わらない。 日本語も他と同じようにみたいな感じかな。うん。他と同じ日本文化を代表するものなんです。文化っていうのが何から作られているか。これ考えたことありますか文化は何から作られているかっていうと、心から作られているんですよ。日本食にすると、 日本食の特徴としては季節が感じられる料理を作るっていうのが一つの特徴なんですけれどもなんぜこれをしようと思ったか、なぜこれを採取しようと思ったかっていうところそれを考えた時にやっぱり日本の心っていうのがそこに映っていると思うんですよ例えば春のシーズン、春の季節だったら桜餅とかねあとは 料理に少し花、桜の花びらを添えたりとか、そういったことを、えー、するんですけれども、これって、もともと最初は何でしようと思ったのかなって考えたら、どうなるか。僕は、まあ、これは、僕は学者さんでも何でもないので、僕の考えなんですけれども、料理を食べている時、その時でさえも、その時でも、 季節を味わってほしい。桜を外で見てきて、ああ、いい時間過ごしたんだろうな。でもまだ終わりじゃないですよ。料理を食べている時も季節をぜひ味わってください。あなたを全力でおもてなしします。っていう心から来たんじゃないんかなって僕は思ってるんです。うん。こういった目に見える文化。 皆さんがその普段何気なくえ何も気にせずに見ている日本の文化と言われるものそれは全て日本人の心から来ているというふうに思うんですで僕は日本の心が何かというと生きっていうこと これが一番大きい心じゃないかなって思うんです。生きっていうと、どういう意味かというとね、えー、相手に思いやりを持って、さりげなく相手が気づかないように、相手に思いやりを尽くして、相手が喜ぶようなことをする。そういった考え方のことを生きって言います。 で、この生きっていうのはいろんな言い方があって、例えば、生きなはからいっていうのがよく言われますね。生きなはからいっていうのは、えー、生きな行動、生きな考えを持って、相手のために何かしてあげる。これを生きなはからい。僕が好きな言葉なので、皆さん覚えてくださいね。はい、生きなはからい。そう。そしてこの生きっていうのが、 僕は日本語にとても出ている部分があると思うんです、うん。この息の考えは僕は日本語に散りばめられている。日本語の中にすごくいろんなところからこの息の考えが見られるんですよ。日本語は難しい言語って言われますよね。よく日本語は世界で一番難しい言語だって言われたりもしますよね。 その難しさっていうのも何から来てるんだろうなとか考えたときに、それはこの生きの心からだと思うんですよ。相手に気づかれないように、あえて気づかれないようにわざとするんですよ。だから、その中には、この文脈を読んだりとか、コンテクストね。文脈を読んだり、その相手の心を理解しようとしたり、 相手が別に何も言っていなくても、あ、この人こう考えているのかなとか、あ、この人今大変そうだな、あ、この人今楽しそうだなとか、相手が言わなくても、それを理解しようとする心。これがあるから、言語っていうのは、すごく複雑になってくるわけなんです。難しくなるわけなんです。 だから、この難しいっていうところ、これも含めて、日本語だと僕は思うんですね。ちょっと今日は長くなっているんですけれど、許してください。ちょっとこの話はね、しっかりしたいなと思っていて、日本語を勉強していたら、ま、特に日本語難しいから、えー、時々、あ、もう無理だって思ってしまう人いると思うんです。こんな日本語、難すぎて、えー、マスターできませんって思う人いると思うんですけれども、 その難しいところに日本語の美しさがあると思うと少し頑張れる人もいるんじゃないかなって思うんですね。日本語はただの言語じゃなくて相手の心を読むためのツールである相手の心を考えて思いやりを持って尽くすためのものであると僕は思うのです。思うのですって。<laughs> ちょっとアニメの人みたいな言い方になっちゃいましたね。 思います。はい。ちょっとわかりにくいと思うので、一つ例を用いてお話をしますね。一つ例を使ってお話します。ちょっとって言葉。これって、どういう意味になると思いますか ?a little とか、real quick とか、あとは、 Just a little bit.、うん、さっき言ったね。<laughs> あと、hey とか、ちょっとって言った時に hey みたいな。まあ、あいろんな意味があるんですよ。ちょっとって。そういうことを、えー、学んでいる人、そういう風に習っている人もいるかもしれないんですけれども、このちょっとって、もう意味は無限大なんですよね。意味は無限にあるんです。どういうことかっていうと、僕自身このちょっとって言葉、 無意識のうちに、えー、気づかないうちにめちゃくちゃ使うんですよね。うん。それ、ちょっとやっといてくれますかとか、ちょっとだけ家帰るわとか、すごくこの、別にちょっと入れなくてもいいところにちょっと入れちゃったりしてるんです。うん。で、これなんで入れてるかっていうと、ちょっとっていう言葉を入れると、その、 言葉が柔らかくなったりとか、そういった効果があるんですよね。で、他に使うタイミングは、えー、ちょっと、難しい。ほら、今も言ったでしょちょっとって。<laughs> えー、気まずい雰囲気になりそうな会話。話しづらい会話。そういった時に、とてもこのちょっとが使われるんです。例えば、誰かが僕に対して、 難しいお願いをしてきたとき。はい。そういったときに使うんですよ。例えばそうですね。明日、朝6時から遊べる <laughs> って言われたとき、ああ、それはちょっと。いや、ちょっと。みたいな。ちょっとで止まること結構多いんですよ。ここにはいろんな意味があって、 それはちょっと難しいですって思って言っていたりとか、えー、それはちょっと早すぎませんかとか、そう。英語に変換すると、isn't it too early? とか、it is a little too difficult? とか、そういうふうに、いろんな意味になるんですよね。ただちょっとっていう同じ言葉を使っているのに。 ここに僕は日本語の難しさがあると思っていて、この、あえて最後まで言わない、はっきりと言わないところで、えー、思いやりっていうのが示されていると思うんですよ。いや、それちょっと早すぎますよ、とか、いや、ちょっと無理です、っていうと、やっぱり言われた方が傷つきますよね。うん。だから、相手に気づいてもらう。自分ではっきり言うんじゃなくて、 それはちょっとおって困った顔を見せて、あ、この人は今困ってるんだなと。それはちょっと難しいんだなって考えてもらうことができる。これをお互いすることで、僕はこの相手のことを思いやる心っていうのが育って、すごくいい人間関係が築かれるんじゃないかなって思うんです。だから、ここに僕は日本語の美しさがあると思うんですよね。はい。 というふうに、ちょっとっていう例をお話ししましたが、すみません。すごく長くなりましたね。<laughs> 何言ってるかわかりましたかね。ちょっとわからないって言葉があれば、えー、本当に何でもコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。丁寧に説明をしたいと思います。ということで、えー、少しまとめますね。今回の京都のブログ、 vlog から、えー、僕は日本語で撮影することにしました。その理由は二つあります。一つは、えー、旅の動画を楽しんでもらうだけじゃなくて、動画を見ながら、えー、日本語も学んでもらえるようなフォーマットにすると、より、えー、いいものになるんじゃないかな動画の価値が上がるんじゃないかなと思って、えー、日本語でこれから話していくことにしました。そして二つ目が、こっちの方が より大事な理由ですね。日本の魅力を日本語を通して伝えたいと思ったからです。言語っていうのはただのツールだったり、えー、自分の成長を感じられるためのものではなくて、その言語っていうのはその文化、その国の文化を表しているものであります。で日本語で言うと僕が考えるのは息の心を表している ものだと思っているんです。僕がこのポッドキャストだったり Vlog 撮影をしているのは日本の文化をできる限り伝えたいと思ったからです。そこで僕は英語を喋るんじゃなくて日本語を喋る。日本語で説明する。そして日本語の美しさというのも伝えていく。そうすることで僕の目標というのも達成できるし、 聞いてくれている人たちにも日本の文化っていうのをより深く理解してもらえるんじゃないかなと思って日本語ですることにしました。これからはこういった形で日本の文化っていうのをとにかく伝えるためにいろんなことに挑戦していきたいと思っています。このポッドキャストでも引き続きやっていきますし、V6 撮影でも、えー、日本語で話すことで日本の魅力を伝えたいと思いますし、 他にも日本の文化を伝えられるっていうことがあれば、これからもどんどんチャレンジしていきたいと思っています。はい。というふうに、えー、今日はですね、えー、日本語の魅力っていう話を、えー、していきました。とても長くなりましたね。もう25分。<laughs> いやー、ちょっとね、今回はしっかりお話をしたいと思っていて、うん。日本語の魅力をね、 分かっっってててももらえるように、えー、一生懸命お話をしまししまままた。でも長くなってしまってすみません。このポッドキャストでも僕の日常生活と日本文化についてお話をしてきているんですけれども、ちゃんと、えー、日本語の勉強というのも同時にできるように、これからは難しい単語が出てきたときは、 しっかりと英語で説明もしますし、ちょっと簡単な日本語で、えー、言い換えたりするようにするので、日本語の勉強にもぜひ役立てていってください。はい。というわけで、今日は本当に、本当に長く聞いてくれてありがとうございます。ここまで聞いてくれた人、本当にお疲れ様です。<laughs> 次回分からはちゃんと10分前後に抑えめたいと思います。次回分からは 10分ぐらいに、えー、収録をしたいと思います。なので、また次回聴いてくれたら嬉しいです。では皆さん、えー、一緒にいい習慣過ごしていきましょう。おはなまた